こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはメンズエクスクルーシブ。綺麗なスタートを切りました。ジムギャロップ前に行きそうです。カリビアンキャット、それに続いています。さらにはサニーシグナル、12番メンズエクスクルーシブ、その後ろエルムハースト、どうやら後方からの競馬。それでは先頭からメンズエクスクルーシブ先手を取りました。並んで13番カリビアンキャット、ジムギャロップ、この馬もこのグループ、カワチシュール、好位をキープ。サニーシグナル、そのうちに続いています。その後ろにハンタートルネード、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として12番メンズエクスクルーシブ、カリビアンキャット、ほとんど差がありません。コンサートスタイル3番手、大外からピンクの帽子、カワチシュール、伸びてきた。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はカワチシュール、あと 200m、 先頭はカワチシュール、残り 100m、 カワチシュール粘る、エルムハースト迫る、カワチシュール大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。クロスベール、これは好スタート。ムーンライトマウンテン、この馬も好スタートを切りました。サイドセントラル前に行きそうです。クロスベール、それに続いています。さらにはリジューローズ、12番シンフォニーフォワード、その後ろもう一度先頭から。先手を取ったのはクロスベール、その隣にリジューローズ、その横にサイドセントラル、その外にシグナルプロモーション、ハレノプシス、好位をキープ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。もう一度先頭から。先手を取ったのはリジューローズ、黄色の帽子、クロスベール、その後ろすぐ後ろにサイドセントラル、その外からムーンライトマウンテン、ハレノプシス、いい位置です。その外からシンフォニーフォワード、その外にシエンプレアシ、緑の帽子、サーガバッグ、その後ろすぐ後ろにソワリングソフトリー、並んで3番フリーユニーク、すぐ後ろにオペラルーラー。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はシグナルプロモーション、リジューローズ、ほとんど差がありません。クロスベール、3番手ファレノプシス、いい位置。果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はシグナルプロモーション、クロスベール、続いています。並んでムーンライトマウンテン、ハレノプシス、好位を追走。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はリジューローズ、残り 200m、 先頭はリジューローズ、一気に捉えるか。ファレノプシス、ファレノプシス、抜けた。リジューローズ追いすがります。ファレノプシス、ゴールイン。ファレノプシス一着、2着にはどうやらソワリングソフトリー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ファレノプシス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ヤングミサイル、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してヤングミサイル鼻に立ちます。その後ろからはキャッスルライツ、この馬も上がっていく構えです。さらにはダッシュメール1番、ロイヤルアンセム、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはヤングミサイル、その外にクイックポート、ピンクの帽子キャッスルライツ、その後ろ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方から、先手を取ったのはキャッスルライツ、ヤングミサイル、そのうちに続いています。ピンクの帽子ダッシュメール、その後ろ。その外からクイックポート、並んで3番シリック、青の帽子エルコンドルパサー、いい位置につけました。その隣にスキップキャロット、その横にロイヤルアンセム、サガミクス、この馬もこのグループ。サラトガコール、すぐ後ろ。サンセットキャット、それに続いています。赤の帽子サードドゥ、その後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ14番キャッスルライツ、サイレントアップ、ほとんど差がありません。エルコンドルパサー、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。さあ先頭はクイックポート、サイレントアップ、続いています。その外からはダッシュメール、内からはシリック、スキップキャロット、その後ろ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったエルコンドルパサー、残り 200m、 エルコンドルパサー余力は十分。さらに引き離していく。2番手はロイヤルアンセム、エルコンドルパサー、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せましたエルコンドルパサー。1着、2着はロイヤルアンセム、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めましたエルコンドルパサー。まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのモンマスパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはダブルダイヤモンド、カワチサンライズ、この馬も好スタートを切りました。ミルサスピション、前に行きそうです。ミアマリー、それに続いています。さらにはバブルダイヤモンド、13番オナーグライド、その後ろ。後方に控えたのがアワッド。もう一度先頭から見ていきましょう。先頭はなんとカワチサンライズ、場内ドット湧いています。白の帽子ジョンズコール、その後ろ。その外にバブルダイヤモンド、並んで9番ミルサスピション、オナーグライド、この馬もこのグループ。ジムアイス、そのうちに続いています。内からはラインカラット、その外からシャワーエンペラー。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。もう一度先頭からジョンズコール、先手を取りました。その外からオナーグライド、その後ろにジムアイス、カワチサンライズ、後位をキープ。並んで9番ミルサスピション、バブルダイヤモンド、この馬もこのグループ。その外にシャワーエンペラー、チェリー系ポイント、すぐ後ろ。青の帽子ハイフレンドヒット、その後ろ。最後方にチーフベアハート。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。ラインカラット、ここで先頭が入れ替わりました。ハッピーレジェンド、ラインカラット2番手に控えました。オナーグライド3番手、カワチサンライズいい位置です。
さあここからどうか。ここで先頭はオナーグライド、オナーグライド先頭、2番手はラインカラット、追いすがります。あと 200m、 先頭は河内サンライズ、オナーグライド必死に追いすがります。チーフベアハート追いすがります。河内サンライズもう一伸び、河内サンライズ1着、河内サンライズ1着、2着にはどうやらチーフベアハート、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。河内サンライズ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのシャンティ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先手を奪うのはどの馬か。エアジハード前に行きそうです。キングスコープ、それに続いています。さらにはマウンテンサニー、5番スプリングソニア、その後ろ後方に控えたのがノットグルーム。前に戻りましょう。先手を取ったのはキングスコープ、14番エアジハード2番手を追走しています。その外にレッドボールド、ビクトリーブランド、そのうちに続いています。並んで6番ストロングワース、シルキーシュバリエ、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ2番キングスコープ、まだ粘っています。マウンテンサニーほとんど差がありません。ビクトリーブランド3番手、エアジハードいい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。キングスコープ先頭、エアジハード先頭、2番手はキングスコープ、追いすがります。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。エアジハード先頭、1馬身から2馬身のリード、残り 200m、 エアジハード先頭だ、リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はマウンテンサニー、エアジハード1着、エアジハード1着、2着にはどうやらエルダンジグ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。エアジハード、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはメジロドーベル、綺麗なスタートを切りました。アフターモンロー前に行きそうです。ハートフェアリーそれに続いています。さらにはメジャービーム、15番メジロドーベル、その後ろイングランドカラーズ、後ろからになりそうです。もう一度先頭から、なんとなんと先頭はメジロドーベル、これには場内もどよめいています。
並んで14番アフターモンローハートフェアリー、そのうちに続いています。内からはストーミーソニア、並んで16番メジャービーム、これに続いてザインタ。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはサンライン、2番手に15番メジロドーベル、並んで14番アフターモンローハートフェアリー、そのうちに続いています。その隣にメジャービーム、その横にストーミーソニア。 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはアフターモンロー、サンライン、それに続きます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前はアフターモンロー、2番手はサンライン、3番手にメジロドーベル、絶好の手応え、メジロドーベル、これはいい位置につけています。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ、先頭はメジロドーベル、残り 200m、 アフターモンロー先頭だ。残り 100m、 メジロドーベル抜けた。ザインカー追いすがります。メジロドーベルもう一伸び、メジロドーベル、メジロドーベル1着、2着にはどうやらザインタ。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。メジロドーベル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはソーフォワード、サードレター、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくソーフォワード行きました。続いて前へ行くのはサードレター、さらにはターフファング、8番カリビアンフレイム、その後ろ。もう一度先頭から。先手を取ったのはサードレター。では前の方から見てみましょう。サードレター、先手を取りました。すぐ後ろにアルムタワケル、青の帽子、カリビアンフレイム、その後ろ。その外にカリスマボールド、サンフォードジェネル、それに続いています。すぐ後ろにディアソリスト、これに続いてソーノカ、並んで3番ソーフォワード、ターフファング、この馬もこのグループ。すぐ隣にエイティオーク、ステージビッド、そのうちに続いています。すぐ後ろにメテオエアデール、その隣にヘルスウィンド、最後方にクロコルージュ。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはカリビアンフレイム、エイティオーク、すぐ後ろ。その後ろにカリスマボールド、並んで4番サードレター、すぐ後ろにサンフォードジェネル、さらにはアルムタワケル、スペシャルウィーク、いい位置です。その後ろからはステージビッド、すぐ後ろにクロコルージュ、並んで12番ヘルスウィンド、ソーノパ、この馬もこのグループ。ソーフォワード、すぐ後ろ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭はまだ8番カリビアンフレイム、ここで先頭が入れ替わりました。カリスマボールド、カリビアンフレイム2番手に控えました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭はスペシャルウィーク、スペシャルウィーク、先頭、あと 200m、 スペシャルウィーク先頭だ。残り 100m、 これは強い。2番手はアルムタワケル、スペシャルウィーク独走、スペシャルウィークぶっちぎりです。スペシャルウィーク1着、2着はアルムタワケル、スペシャルウィーク強い。これで2カ国のダービーを制覇。ヨーロッパ最強の3歳はこの馬で決まりでしょう。
こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ果たして何が行くでしょうか。エンゼルマインド前に行きそうです。リアルミレーそれに続いています。さらには名勝日高7番ハマルファイター、その後ろタヤスケポイント、どうやら後ろからになりそうです。では前の方から名勝日高先手を取りました。すぐ後ろにインテリパワー、その外からリアルミレー、その外にゴールドヘッド、並んで4番メローサンクス。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。では前の方から先手を取ったのは名勝日高、エンゼルマインド、すぐ後ろ並んで4番メローサンクス、レディリーダー、この馬もこのグループ。これに続くのがデルタロマンス、並んで7番ハマルファイター、インテリパワー、この馬もこのグループ。オレンジの帽子ウィングアロー、いい位置につけました。並んで1番ダッシュデイム、その外からリアルミレー、サザンパンサー、それに続いています。その後ろからはニュースハニー、その外にタヤスケポイント、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として8番名勝日高、リアルミレー、ほとんど差がありません。レディリーダー3番手、大外からオレンジの帽子ウィングアロー、伸びてきた。後続も追い上げていきます。さあ直線に入りました。これからの勝負、名勝日高先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はウィングアロー、残り 200m、 名勝日高先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ウィングアローかわす。2番手はインテリパワー、ウィングアロー1着、ウィングアロー完勝、ウィングアロー1着、2着はインテリパワー。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはウィングアロー。